宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第117回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？先週ですね、いろいろな舞台を見に行ってまいりました。まずですね、お友達から勧めてもらって、海老蔵さんがプロデュースされている日本の古典芸能をいろいろ集めてみようというような舞台を勧めてもらって見に行ってきたんですけれども、まずですね、歌舞伎って言ってもお話の方じゃなくて舞踊の方ですよね。あとはね、お能の姉妹ってなんか言ってて、姉妹って最初何、女の子の兄弟とか思ったんだけど、なんか本当はセリフを説明してくれる方と、あとは動きで舞で表現する方と、それだけで楽器的なものは入らないっていうのがそもそものそういうものらしいんですけれども、でもね、なんか特別バージョンでって言ってポンポンってなるやつ、あれを使ってましたね。おー、そういうものですかって感じだったんですけれども、あとはね、落語がね、やっぱり一番わかりやすかったかな。だってね、日本語だもんね。うん、上ばみがさ、食べてる草を見て、人間がこれでいっぱい食べられると思ってその草持ってったら人間を溶かす薬だったっていう、あ、この話なんか昔日本昔話かなんかで見たなって思うようなお話がすごく面白かったですね。お蕎麦をね、いっぱい食べるので、どうもって言って帰るらしいんだけど、なんかすごい面白い話し方をするキャラクターが出てきて、それがすごい面白かったです。うんうん、あとはやっぱり割と若い役者さんが女型っていうのかなをされてたんだけど、すごい可愛いなとか思って、だから男性の踊りをメインにした歌舞伎のものと、女性をメインにしたものとっていうのがあって、すごい面白かったです。あとは先輩の舞台を見に行ったりとか、いろいろ、あと映画も見に行きましたね。うん、面白かったです。あ、映画ってね、いつものパトレイバーです。今回はダンジョンのお話でございました。っていうか、アニメで見たものを実写にしちゃうんだからすごいよね。いや、次も今度はね、なんかめちゃめちゃね、銃撃戦っぽいのが見られそうな予感がしました。どん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 、どこで撮影してんだこれっていう謎になっちゃいますね。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流小鵜飼と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流体感流小鵜飼、マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして、宮永舞です。今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、マイマイお疲れ様です。舞台まで1ヶ月を切りました。現在どんな状態ですか？稽古の様子などを教えてくださいとのことです。ありがとうございます。そうです、
舞台まで1ヶ月を切りました。11月の19日から23日まで大塚のよろず劇場で、ペドー劇場は自由交換ホテルという公演を行います。ね、自由交換ホテル、何を自由に交換するんでしょうね。まあ大人の皆さんは想像していただくといいと思いますよ。ホテルです。ホテルで交換するんですよ。違うかな。交換した状態でホテルに行く。はい、大人の皆さんは分かりますね。良い子の皆さんは分からなかったら大人の方に聞かないようにしてください。というわけでそういうお話なんですけれども、現在どんな状態ですか。もうね、どんどん通し稽古をやっている状態です。通し稽古っていうのは、頭から最後まで何が起きてもとりあえず本番と同じように、誰も助けないというかですね、舞台上にいる人間同士で助け合うしかない。スタッフさんは誰も裏から助けてくれないよっていう状態で舞台の本番通りにやってみるっていう感じのお稽古なんですけれども、まあ早いかな。普通は、まあ普通はというか、大体一般的にはまずお芝居のお稽古って、台本をもらったら本読み、読み合わせを何回かやって、そして今度は前の方からシーンごとに組み立てていって、である程度固まったら少しずつつなげていってって感じだと思うんですけれども、今回のお芝居はですね、全部で3幕あります。3幕あるんですけれども、今舞台転換の練習も含めて完全に通し稽古を行っています。なんでかっていうとね、大変なんですよ、人の出入りが。全然お話が止まらないというか、誰かと誰かがここで話していたら、次の人が間髪入れずにその舞台上に登場してきて話をまた変えてしまうみたいな、すごくスピーディーな展開のお芝居なので、抜ける場所がない。まあ、じゃあここからここまでやりますみたいな返しのお稽古もやったりはしますけれども、返していくところ以外はつなげていかないと、今何がどうなって自分どこにいたみたいな感じになっちゃったりとかね、するんですね。あとベトチリ、ちょっとぼんやりしてると、あ、私だったみたいな、そういうことが起こりかねない舞台なので、基本始めたら最後まで。で、あと今回はですね、ホテルのシーンとお家のシーンとって幕によって違うので、いろいろセットも変えなきゃいけないんですよ。そういうわけでですね、このソファーがあっちに行ってとか、動かすのがみんなで協力して動かしてるんですけれども、実際本番にね、その舞台の転換が遅くなってしまうと、1幕から2幕の間に皆様が退屈してしまうなんてことにもなりかねませんので、それも含めて誰がこの時にこれを動かし、その次に誰がこれを動かしということまで含めて、裏方作業まで含めて全部通し稽古を行っております。だからだいたい1回のお稽古で必ず1回通して、でうまくいかなかったところをちょっと返して、でしっかりダメ出しをいただいてっていう感じの稽古ですかね。あとはね、現在どんな状態ですか。これね、だいぶ大問題なんですけれども、まず今回の作品はジョルジュ・フェドーが書いたものなので、日本人は出てこないんですね。当たり前ですよね。フランスの方なんですよ。ってことは名前が覚えづらい、非常に名前が覚えづらい、まあ馴染みがないで、今回ですね、ものすごくなんか同じ文字で始まる名前が多いんですよ。まあ例えば日本人で言うと、まなみちゃんとまゆみちゃんとまりかちゃんとまさえちゃんみたいな感じなんですよ。私は誰？あなたは誰？みたいな感じになりそうになって、しかも結構スピーディーなので早口でセリフを言うときにすっごい名前を連呼してて、みんなが大爆笑してて、それあなたの名前ですみたいなことが起きたりしております。男女間違ってますとか、
それおじさんとおいっ子間違ってますとか。いや、大問題ですね。でもなんか言ってるとわけわかんなくなったりします。しますよ。ね、本当に。ちなみに、今回宮永は4姉妹の次女をやりますが、お父さんは大体、おーい、お前たちと呼ぶので、4人いるんですけど、4人の名前が果たして舞台上で出てくるかどうか、こうご期待。今んとこ、すべて割愛でお前たちになっております。あ、でもね、当日の、舞台の当日にお配りする当日パンフレットには、ちゃんと名前が載っておりますので、私の名前が何であったのか確認してもらえるといいなと思います。なんか、女の子たちはね、呼ばれないんだよね。娘たちもそうだし、誰かの奥さんだと、マダムなんとかになっちゃうから、本人の名前だから、宮永舞だったら、そうだな、舞って呼ばれなくって、宮永夫人とか呼ばれちゃう？まあ別に夫人じゃないんだけど、うん、そんな感じなんですよ。だからね、あ、そうそう。マダムとムッシュもさ、馴染みがないから、マダムって言うべきか、ムッシュって言うべきかを、すごい急いでる時に男女取り違えて、ムッシュに向かってマダムって言っちゃって、今マダムっつったろうとか、ね、そういう事故も起きたりしてますね。うんうん。いや、これは実際お稽古場で起きましたね。みんな大爆笑でございました。マダムは女性です。ムッシュは男性です。でね、混じっちゃって、マダム事件じゃなくて、マッシュ事件とかあって、ムッシュって言おうとして、でも口は待って言っちゃったけど、でもなんとなくこう、ノリはムッシュだから、マッシュとか言って、マッシュってなんだよ、ポテトかよ、みたいな、そんな感じですね。はい。なんかダメなことばっかりじゃない？大丈夫かな？あ、大丈夫ですよ。すごい楽しいお芝居には仕上がっております。そうだな。あとはね、やっぱりさっき言いましたけども、当日のパンフレットっていうのがあるんですけど、で、その内容のためのね、写真撮影とかもしたんですけど、実は、当日パンフレットは宮永が作ります。パチ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 。そうなんですよ。やっぱりね、印刷物を作るお仕事っていうのも劇団なので自分たちでやっていたりするんですが、チラシは、中村ゆかりさんが作ったんですけど、パンフレットは宮永が作ります。現在、鋭意制作中です。やっぱりやっててよかったね。ボラーレボックスでいろんなもの作ったのが今、ものすごく役に立っております。いやーでもね、パソコン作業結構好きなんですよね、宮永ね。なんていうの？印刷物を作るとか、音を編集する。とか、うん。で、今回も、ちゃんと音響さんが別にもちろんいらっしゃるので、音響さんと音響の、その音を決める方といらっしゃるんですけれども、お稽古用のね、音を、やっぱり自分たちで、交代交代で鳴らしたりしながら、実際本番と同じように、音響さんがお稽古に来られない時も、音がある状態で練習するんですけど、なぜかね、今回再演なので、前使った使い回しの音っていうのがあるんだけど、それが MD でしか保存されてなくて、いやーなんかもう、また MD から CD にするんですか？みたいな。音はすごく悪くなっちゃうんですけども、だって今さ、MD さ、流せるお稽古場っていうのがないんですよね。だって MD のさ、機械自体がもう売ってないんだもん。で、たまに MD のデッキがあるお稽古場もあったりするんだけども、まあ、基本ないものとして考えて、じゃあ CD にしておくしかないよねっていうことで、MD からパソコンに取り込んで、で、それで、そこから CD に焼いて、みたいな準備も宮永がしたりしました。なかなかね、裏方作業で、いろんな経験が役立っております。ありがたいことでございます。あ、なんか今週答えててなんか舞台こんな感じですみたいに言ってたら、ほぼ時間がいっぱいいっぱいになってしまいましたね。というわけで、じゃあ今週は、舞台の状況をお知らせする週ということにいたしましょう。というわけで、もう一度確認。
11月19日水曜日から11月23日日曜日まで、大塚のよろず劇場で、フェドー劇場公演自由交換ホテルが上演されます。宮永は、すべての公演に、4姉妹の次女役で出演いたしますので、ぜひぜひ見に来てみてください。というわけで今週は、舞台まであと1ヶ月を切りましたの巻でございました。いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。今週の土曜日、10月25日土曜日に、アイミックスエコダで歌風というライブに出演させていただきます。オープンは12時30分、スタートは12時40分です。宮永の出演順は3番目で、14時から14時40分を予定しておりますが、最大30分ほど早まる可能性もございます。というわけで、どんなに遅くても1時半ぐらいには来ていただくことをお勧めいたします。チケットは2000円でワンドリンクを別にお願いいたします。持ち時間40分たっぷり歌わせていただきますので、ご都合つきましたらぜひぜひお越しくださいませ。お待ちしております。そしてこの番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。大人に